です。どうぞ。はい、今日のコーナーはですね、9月に入ったので、ちょっと夏秋用のコートが届いたので着てみました。これティティ&コーさんのコートですね。なんかすごい薄くて、ワンピースと同じような生地になっているので、かなり薄くて、暑いとか全くない感じのコートです。ここら辺とかすごい可愛いですよね。こんな感じの。なってるんですけど、カバンはこちらミルクフェードのカバンですね。よく使うもの、香水とか携帯とかを入れてます。ここにかけるだけでちょっとポイントになるので、最近はこういうのをかけるようにしてます。で、小物とかはネックレスと時計の感じの色味は同じような感じにしました。こっちがマークバイジェイコブスですね。はい、こっちはお父さんからもらったネックレスなので、どこなのかちょっとわからないんですけど、多分ネット通販です。で、靴がショップリストで買った靴ですね。通販で買いました。上の方は結構ね、白モノトーンとゴールドとかでまとめてるので、足元に差し色を入れてポイントとしてやってみました。こんな感じです。バイバイ。はい、今日のコーデはね、こんな感じです。黒、全部黒です。ワンピースがラスボアのワンピースです。最近ラスボアにハマってます。で、タイツ、あ、先端パンちゃんと履いてます。ちゃんと見えても大丈夫で、ここに編みタイツを、編みタイツはピンズです。で、靴はダブルCで買いました。はい、今日のポイントはちょっと一つ秋っぽいの入れて、秋っぽいのはこのふわふわのサンダルで、色がないとあれなので、ここに赤をワンポイントとして入れてます。あ、あと髪の毛切りました。10センチぐらい切って短くなったので、今日ちょっとストレートで行こうかなと思ってしてきました。はいニコニコです。はい、今日のファッションのポイントはいつも通り双子コーデなんですけど、普段履かないような長めのスカートで、ポイントはなんかここがね、ちょっと切れてて、セクシーじゃないけど、なんかここがね、ポイントです。で、靴はジュエリーで、ワンピースはザラで買いました。で、この中に着ているのはエモダです。はい、はい。今日はですね、ネオが最近やってるハーフアップお団子をロアマルがしたいと思います。ハーフアップお団子でボリューム感なかったらね、くっついてるよみたいになっちゃうから、すごい。ブロッコリー、ブロッコリーだはーい、もう何が正解かわからん